どうも、ズーマーです。今回なんですけども、とある武器を使って遊んできました。まあ、とある武器っていうか、まあ、DL なんですけども、今回ね、どんな DL を使ったかというと、こちらね、ロードアウトのこんなカスタムを使っているんですけども、まあ、なんかカスタム変わったなって思われる方もいらっしゃるかもしれません。あれみたいな。まず、コンカ DL 使ってるし、みたいな感じで、ね、思われた方もいるかなと思うんですけども、今回この使ったアタッチメント、これはですね、この右にあるこの水晶アタッチメントっていう、これかな、こちらを使って遊んできました。このホットなおすすめっていうね。まあ、要はこれは、このロードアウトセットは BL モードの最近のランクマッチで最も多くの時間使用されていますということで、まあ、しかもグラマス以上でね。まあ、そのレジェンド以上、てかグラマス以上か。で、まあ、その上のランク帯で、まあ、最も多く使われているカスタムであると。このいいね数もね、24,822と。ということで、まあ、多くの人がこのカスタムを使ってるよっていうことね、まあ、一体いかがなものか、この世界でね、こう、おっとって言われてるカスタムはいかがなものかっていうことでね、このスナイパーをね、よく使う私が買ってきたというような、動画になっております。はい。なんでね、今回こちらを使って遊んでいきたいと思います。それでは行きましょう。はい、で、今回は、割とそのコンカディールを使っ、コンカディールっていうか、あのね、おすすめディールをね、使ってたシーンをね、切り抜いてやっていこうかなと思っております。で、まあ全体的に、大体3個ぐらいあって、まあ一つこれがノラスク、で、二つ目がソロスク、で、最後にヒゲさんと一緒に遊んでるところになります。で、まあそころどころね、その、なんだろう、その DL の良さっていうか強さが出たなっていうところを出しております。で、こちらなんですけども、こちらワンパーがいる中で、まあ戦っていくっていうような感じですね。で、今回こちらが、まあなんかその射程を伸ばしてたりとか、なんかそういう安定性も兼ねた DL になっているので、まあ多分、これは普段スナイパー使ってない人でも使いやすいんじゃないかなと思います。個人的にはね。なので、そのスナイパー初心者でも使いやすいようなスナイパーになっているんじゃないかなというふうには、個人的には思っております。やっぱりね、コンカディールが強すぎた。それがすごい思った。コンカディールが強すぎる。あ、これ一発当てて。やっぱ一発当てるとね、ひるむから二発目が本当に完全に当てやすくなるんですよね。こう当たんない。やっぱ OEM 難しいね、一発。ほら、ひるんでる。外したけど。あ、じゃあ相当やだよ、これ。さあ一発。欲しい。当たんない。さあ、こう当てて。相変わらずね、ダメージは変わんないんだよね。二発当てればね。倒すことができるので、ね、相手も一人いる。あれだね、右にもいるね、猿が。一発、二発、こうね、一発当てることによって敵の動きが止まるんですよね。まあ、それによってその二発目を簡単に当てることができるっていうのがあって、もうほぼ、一発当てたらもうほぼ、もう 80% ぐらいで倒せんじゃねえかってぐらいね、強いですよね。これ予測値ですね。まあ、この方向に出てくるだろうということで。はい、これで4盾ですね。強すぎた。DL だけで4盾っていう恐るべし今回 DL ですね。まあ個人的にはこのおすすめの武器ってこのおすすめの DL めちゃくちゃ強いかって言われたら、まあ個人的にね、個人的にはそんなにそう思わなくて、何かっていうとそのエイム速度が遅いっていうまあがあるので、もしその僕と同じカスタムというか、もし僕が今回 DL 使うならっていうのであれば、まあ今のカスタムのマガジンをね、A から今回 DL に変えるっていうぐらいかなになると思います。さあ、ここも一発ヘッショで一発、ほらこの分かります、相手が動けてないっていうのが、動けなくても2発目当たっちゃうっていうね。さあ、ここ一発、これ動けなくて2発目で、これね、エイム速度速くなったら、マジで最強だと思う。ちょっと皆さん、これから僕がコンカディール使っても怒らないでくださいね。さあ、ここ倒して、突然できた人もね、ここは、ちゃんと対応して、倒していきました。まあ、ちょっと予告みたいになるんですけども、まあ、いずれちょっとね、その SR に合う、落ち武器ランキングでもね、作ろうかなって思ってますのでね。
あの、SR 使う人は楽しみにしててください。一発、これね、2発目出なかった。そうそうそう。このカスタムのもう一個のネックの部分としては、その2発目っていうか、弾が出にくいっていうところがありました。はい。なんで、自分では撃ってるつもりでも、弾が出ないみたいなことがあって、まあ、これ後々ヒゲさんも言ってるんですけど、あれなんか弾出ねえな、みたいなのがあったりします。なんで、それもちょっとネックの部分ではあったかな。なので、まあ、これはなんでかっていうと、その、撃って、覗き直すみたいな、僕みたいなタイプ、その、一回撃って覗き直すような人は、多分その現象が起こりやすいんですけど、SR、つか、スナイパー覗いて、スコープ覗いて、ずっとそのまま置いてるよって人にはあんまり関係ないのかなって思うので、なんで、エイムして撃って、外す人には、まあ、めちゃくちゃおすすめかって言われたら、そうでもないかなっていう感じなんですけども、そういう人は、その、僕のカスタム、まあ以前出してると思うので、そのカスタムの、マガジン A をコンカーマガジンに変えるのがおすすめで、覗きながら撃つよって人はこのカスタム結構おすすめなんじゃないかなと思います。安定性もあるのでね。でもぶっちゃけこのカスタム、あれですよね、確か。モノサップついてる、そうね、モノサップとフローティング、フリーフローティングとかついてるんですけど、モノサップは正直意味ないっす。うん。あんまり意味ない。あの、モノサップつけるなら、あの、タクティカル、なんだっけ、オーダーブレッシュ、なんとかタクティカル、僕が今いつもつけてるやつですね。タクティカルサップですね。あれか、これか、オーダーブレッシュライトサプレッサーですね。の方がいいですね。サップ効果目的なら、オーダーブレッシュライトサプレッサーの方が DL だったら良いです。なんでかっていうと、モノサップだったら、エイム速度が下がっちゃうので。うん。DL における、に距離減衰ないので、射程関係ないんですよ。なので、モノサップつけて射程上げても意味ないので、うん、エイム速度落としてるだけなので、正直あんまり関係ない、DL に関しては。ここ一人突っ込んできてって、ここは腰打ちで倒していく。まだいるね。あ、もうフィアマ倒してる。いや、久々にイナ使ったけど、やっぱ強いっすね、これ。やっぱ強い。なんか火力もありつつ、連射速度もありつつ、みたいな感じで。マジでバランスいい。ただ、ここでコンカディールの出番ですね。下の辺で銃声が聞こえたので、見ておきます。下らへんかな、明確で、あ、これメカニック出てますね。これ一発、あ、これひるんでるよ。一発、これひるんでるよ。これ倒して。やっぱいな、やっぱこれ、逃げるさせないっていうのがやっぱ強すぎるっすね。はい、ということで、ここからはヒゲさんとの、一緒に遊ぶところになります。で、ヒゲさんも今、ね、僕に便乗して、ヒゲさん僕のこと大好きなんでね、僕に便乗して一緒にコンカディール使ってます。同じカスタムかな、同じカスタム使ってて、今ヒゲさんが言ってたように打ち出しおっせえって言ってたと思うんですけども、やっぱこのエイムして覗き直す人にとってはそういう風に感じるかなと思いますね。やっぱエイム速度遅いだからね、これもともとこのカスタムが。え、降りて一発？これ一発当てたんですけど、別から撃たれてたので、ここ一旦引きますと。やってない、うん、上のやつまだいるからね。惜しい。ここちょっと DL でやりたい。あ、上登っちゃったね。上登られたので、一旦ここは、上警戒。いるね。ここヘッショ当ててく。まあでも結局ね、僕が今までなんでコンカディールを使わなかったかっていうと、どうせヘッショを狙うので、ヘッショばっか狙うっていうか、まあそれの練習も兼ねて、まあどうせヘッショ一発で狙ったら、まあそれだったらエイム速度とか、なんかエイムの弾薬数とかを考慮して、あの、角間が A でいいんじゃないかなっていうことで僕は使ってました。まあね、コンカディールは、あの、ちょっと、弾薬すぎて、ね、嫌われる傾向にあるかもしれませんけどね。さあ、ここロングの勝負。ロングでもコンカディールは効きます。一発、二発で、相手は動けないと。バカ強いな、やっぱり。待って、そこで、うん、あれ、これ、大丈夫。
まあね、これはぶっちゃけその切られる切られないとかっていうのはね、まあこれゲームなんでね、そういう仕様なので、まあそれは仕方ないかなと、うん、好みとかあると思うので全然使ってもいいと思います。使えるもんはね使ってもいいと思います。なんかそのバグとかなんかそういうグリッチ系はあれかなと思うんですけど、あと一人どこだ、まあ、これはね普通にそういうマガジンですからね、マガジンっていうかカスタム、いやこれコッキングするな、アタッチメントですからね。でも最近そんなにないような気もせんでもないけど、もしかしたらこれから僕はちょっとコンカディールを使い出すかもしれないっていうね、それだけ言っときます。もしかしたらね、ちょっと面白かったっていう、今回これ使ってみてね。さあ残り2チームになってて、あと1枚か。いやこの嫌、もう音がもう威圧っすよね、このバーンってなるのが。この音聞いたら嫌だろうな多分ね。本当にそう思います。本当にそう思います。パン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 言ってんの、ね、うん、これでね残り1名なんでね、特か、あれですね、コンカディールを2人持ってたら、もうかなりやっぱコンカディールパーティーとかたまにいるんですけど、やっぱあれはマジで強いっすね。もう、めちゃくちゃ嫌だ。だからスナイパー分隊とか、スナイパー使える人が4人でコンカディール使ったりとかしたら、もう本当に害悪で仕方ないだろうなって思いますね。としてるプレイヤーですけど、残り1。なんですけど、ここは索敵しながらね、多分どっかに隠れてるはずなんで、ね、索敵しながら見ていきます。まあ最悪撃たれたらリワインドで戻って敵の位置を炙り出すぐらいの考えてまあ大体こういうとこってなんかその風車上とかなんかそういうのも怪しかったりするので、そこのクリアリングもするようにはしますね。この上とこですね、風車上、上にはいない、こっちの上にもいなさそう。まあ敵がってか、ああ、強いってるね。お、行った。あちら辺なので、まあヒゲさんの方が近いので、ここはヒゲさんにお任せしましょう。うん、知ってる、今。でもこれは完全にコンカディールでやりたい今なんでね、ヒゲさん頑張って撃ってるんですけど、死んだわ相手が勘違いで倒れて、GG ということで、いかがだったでしょうか。今回はね、おすすめのディール使ってきました。ぜひ皆さんも使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。